こんにちは。こんにちは。谷口光俊です。まあです。今日もまあ先生に本物東洋医学についてお話をお聞きしたいと思います。今先生、日本では美容針がすごく人気ですよね。そうですね、でどうやらなんかこのアメリカで人気になって日本に来たっていう感じなんですけど、もともと針とかは、まあ、日本とか中国のものなんで、ちょっと私見てると、まあ、本来の鍼灸治療がちょっとずれてるんじゃないかなと思うんですね。そうですね、で、まあ、日本ボディケア学院は、まあ、先生にも協力していただきながら弁証ということについて、私たちすごく力を入れてやっていっているんですけども、中国針もそうです、日本の針もそうなんですけど、本来やはり弁証というものですね、診断をしてやっていこうが効果があると思うんですが、美容針についても弁証を導入する、それを知ってやるとやらないとは全然違うと思うんですけども、まさにそのあたり弁証、美容針と弁証というのは先生はどう思われますか？まあ今みんな、まあ、とか、まあ、どうなるのかわからないけど、まあ、まず、まあ、針という治療法というか、まあ、そういう中医学でも、まあ、東洋医学でも、そういう基礎に基づいて治療を行うことですよね。そうですね。そういう針は、皮膚に刺すだけじゃなくて、そういう針に治療するときに、そういうツボを、取るときに、なんでこういうツボを取るんですか？それが弁証、まあまあ、体の、まあ、不調とか、根本的な原因がどこにあるか、それを見てやらないと、ね、そうですね、効果本来ない、ただ、皮膚に刺すだけじゃないんですよね。そうですね。まあよく肩凝ってたら腱性とか、ね、便秘だったら合谷とか、胃が痛かったら三里とか、まあ別にその大きくはね外れてないんですけども、さらに効果を高めるには弁証というのが大事ですよっていうことですね。じゃあ先生、その美容針をするにも弁証を持ってやればもっと効果高いということでしょうか？そうですね。例えば、まあまあ臓腑から言うと、まあ肝のタイプとかね。肝のタイプ。はい。まあ、肝から言うと、肝がというまあ造血作用、組織作用、気血の流れを良くする。そうですね。肝。あとは肝臓を管理する。感情を管理する。肝の不調の方が、そういう情状不安定なんですね。そうですね。イライラしたりとか、うっすなったりとか、そういうタイプが、そういうタイプが、シミができやすい。じゃあ、顔でシミで悩んでる人というのは、この肝の働きを良くしてあげると、シミがこう取れてくるということですか？薄くなる。まあ、取れるって難しいけどね。はい、薄くなるっていうことですね。薄くなる。顔の色も良くなる。私顔色いいですけど、最近やっぱり年とともに染み出てきたんで精神的な問題ですかね。それはまあ、まあ、肝の、まあ、臓腑の、まあ、体の状態が変化、まあ、してるんですよね。なるほどね。じゃあその美容針で、染みを取りたいなっていう人は、こう 肝をケアするこう顔への針とかやればいいようですね。まあ、そうですね。まあ一つで言うと、まあ、肝ですね。もちろん臓腑とか五臓六腑とか、お互いに影響し合うことが、まあそうですね、まあ、そうですね、なるほど。じゃあ、肝に行ってもらったんで、まあ、我々がいつも先生が教えてくださる次は脾ですかね。そうですね。脾のタイプが、むくみとか、たるみがよく現れるんですね。じゃあ顔の輪郭をこうシャープにしたいとか、そうですね、たるみをこうリフトアップしたいっていう場合は、脾、ね、解消したいとかね、脾をこうケアすればいいわけですね。そうですね。あ、なるほど。じゃあ、腎はどうでしょうか？腎は、まあ、そういう、まあ、腎でも特に腎腰、腎腰は名門の下という、ね、名門の下、体温を維持する、体温を温めるんですね。腎が弱くなると、そういう顔がこすんだりとか、顔色悪いとか、そうですね、青白いとか、そうですね、なってくる、あとむくみとか、そういう腎も進んでくる。よく女の人が化粧のノリが悪いとかやつですね。そうですね。じゃあその腎を良くすれば顔のくすみが良くなって、こう化粧のノリもすごく良くなってくるという、そうことが言えるわけですよね。そうですね。じゃあやっぱり、美容針でも肝と脾と腎をこう弁証で分ける、その診断方法を取り入れて、やればより効果があるということですね。そうですね。特にまあ女性では、広い意味で気血の状態、気血の状態、はい、もっと細かく言うと肝変に要する
肝、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 あ、肝、肝、肝ね。そうですね。この3つを整えると。整える。じゃあ、美容針やりながら、肝と肝と腎をケアするということは、こう全てのトータル的な美容にも役立つということになるそうですね。うん。なるほど。あ、これは、ぜひ、今後、うちでも、さらに検証を重ねて、皆さんにお伝えしていきたいなと思いますので、今後、ぜひ、先生、美容針を、うちでもやってみましょう。はい。うん、こういうところですね、やっていただくと、さらに効果が出る美容針を皆さんにご紹介できると思いますので、楽しみにしていてください。はい、今日はどうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。